はい、どうもハゴンバンチはウエスタン木村です。今日はですね、究極剛腕の紳士ですね、究極ジョナサンを攻略告したので攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダーロハンですね。触覚の移動、喧嘩、愛を入れてます。そしてバイスケですね、メインアタッカーバイスケ、ディメンション、壁コン、ケナスをつけてます。続いてカバー要員ですね、こっち、かけ太郎ですね、カバーウ、愛をつけてます。スタンバイには赤字ですね、ムーブブースト、 SHIT、 そして、得意属性ブーストがついてます。あ、そしてファイアボムですねがついてます。フレンドはシゲッチですね。では参ります。ちょっとね、火力とかの問題で、難しい場合もありますが、これでいくと CS 使わずに済むので楽かなと思います。ディメンションで、バイスケのディメンションで進行していきます。はい、2ラウンド終了、続いて3ラウンドですね。なるべく、赤のカバー要員にね近づいて倒すようにしておきます。ちょっと、あ、大丈夫ですね、離れすぎたと思いましたが大丈夫でした。さあここでトタローが退場ですね。さあここでもバイス系で自爆を当たります。そして最終ラウンドですね。では川尻でボムって SHITはい、これで倒せます。まあ SP ユニットはね本当便利ですね、引いて当たってよかったと思います。はい、クリアしました。かなりね、早く、私でもクリアできるようになってますので、覚醒数とか、育っていれば参考にしていただければなと思います。ではね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。